まって一体どんなものかしら。ワクワクしますわね。姫様、このようにご縁もつけずに勝手に出歩かれては。もうじいはいつも大げさすぎます。ちょっと見学に来ただけでしょ。それはそうです。あれは海洋飛行船で参りましたところに黒猫団の襲撃を受け、気がついた時には姫のお姿がそこにも。姫の身にもしものことがあれば、もはやこの老いぼれに生きる価値はございません。ちょっと待って、そんな謝らないでください。大丈夫、僕がきっとテリア姫を助け出しますから。姫様、小石を探しに来てお姫様が手に入るとは思わなかったよね。
あなたたち、こんなことをしてただで済むと思っているのですか？ほどきなさい、この縄をほどきなさいったら。うるせえぞステア。本当にこいつ王女なのか？多分。無礼者！誰か来たよ。あ、テリア姫。ここまで嗅ぎつけたのかよ。こんなことはやめるんだ。テリア姫を離せ。さて、どうしようかな。とりあえずレサーカの屋上に忘れた結晶石を返してもらおうか。わかった。2番目の結晶石を探し出してくることさ。それを持ってくれば姫を解放するんだな。いけません、こんな者たちの言いなりになっては。黙ってな。結晶石を持ってくれば姫様は話してやるよ。もっとも子分たちも探しているから、ぼやぼやしてると先を越されちゃうかもよ。
結晶石を持ってきたぞ。姫を解放しろ。ワッフルは、そんなにこの女が大事なのかよ。当たり前じゃないか。テリア姫は、プレーリーの国民にとってかけがえのない人だからね。人たちなんかもっと困ればいいんだ。
ましたか。じいは、じいは嬉しゅうございます。心配させてごめんなさい。ワッフル様、本当にありがとうございました。アリシア。ワッフルは猫人の味方じゃなかったのかよ。え、
姉さん。猫人の味方ってどういうことなんだ。あ、さっきの結晶石がこんなところに。今日は本当にドキドキしてしまいました。だって誘拐されたのなんて初めてなんですもの。それはやっぱりそうでしょうね。姫にはもう少し自重していただかないと。あら、だけど後悔しているわけじゃないのよ。だってワッフル様に出会えたんですもの。え？姫様。ねえ、これからプレリア城に行きましょう。お父様もきっとお喜びになるわ。そんな、僕プレリアになんて行ったことないし。大丈夫大丈夫、さあ行きましょう。よくぞ我が娘を救ってくれた。感謝するぞワッフル。黒猫団大使の方も引き続きの活躍を期待する。はい、頑張ります。待てワッフル。私はプレリア王宮騎士団長シアン・ガーランド。貴様に勝負を申し込みたい。勝負？そうだ。貴様のようなヘッポコ警官にこれ以上テリア姫の称賛を独占させるわけにはいかない。今後はどちらが先に黒猫団を退治できるか私と競ってもらおう。さすれば本当の勇者が誰なのか姫にもすぐ気づいていただけるはず。